西野です。始まりましたよろちきチャンネル。はい、ということでね、今日はちょっとある報告がございまして、ある方を呼んでます。どうぞ。お疲れ様です。はい、僕らの YouTube スタッフの小野さんでございます。小野さん、ちょっとご報告があるということで。はい、何でしょうか。ちょっと部署移動になりまして、はい、よろしきチャンネルの担当を外れることになりました。今までありがとうございました。いやー、マジでショックです。ちょっとこれ聞いた時ほんまにびっくりして。すいません。いやー、やっぱね、9ヶ月間ぐらいもうずーっとねやっていただいて、で小野さんにもねちょこちょこ出ていただいて、はい、いやほんまに思い出がめちゃめちゃありますんで、めちゃめちゃショックやったんですけども、まあまあ会社はそのままいるということですね。はい、ちょっと担当が変わるだけ。そうですね。はい、いやちょっとほんまに寂しいです。すいません、自分もです。いやでもせっかくなんでね、はい、いろんなね動画撮ってきたじゃないですか、このチャンネルで、はい、なんでナダルまだ知らないじゃないですか、このこと、はい、なんでちょっとドッキリかけようかなと思って、僕がやけにこう小野さんの企画やろうやろうって言い出すんで、でまあやっていくうちに小野さんがちょっと僕ちょっと正直そういう出方したくなくて、はい、演者じゃないんで、でもうやめますと言い出す、はい、いやいや、やめるってなんやねんってわーって言い合いになって、はい、その後にじゃあもうこれで勘弁してくださいってお金をお財布に入ってる全財産出していただいて、はい、ちゃんと返しますんで、はい、お金をこれで勘弁してくださいって言われた後、ナダルどういう反応するかっていうのをちょっと見てみたいなと、はい、でその後おまに担当は変わるんですって言った時もまたえっともなると思うんで、どうなるかわかんないですけども、はい、ちょっとまあ最後なんで、小野さんにちょっとねいろいろ手伝ってもらいましたけども、最後の最後にちょっともう一回手伝いしてもらおうかなと思ってますんで、じゃあちょっと演技、はい、お願いします。お願いします。お願いします。次の企画どうしましょう。なかなかその鬼滅の刃の企画でも富永さんと小野さんおもろかったみたいな、あ、ずっと見てる人もそこ以外見て大丈夫ですね。まあだからバンジーも結局やってないからな。俺一人は絶対嫌やな。嫌なんかい。小野さん飛んだことあるんでしたっけ。ありますね、一応。え、どんぐらいかかりました、飛ぶまでに。あー、でももう本当すぐでした。ああ、秒で時間かけたらあかんない。だ秒で飛べんのやったら俺と小野さんのどっちが早く飛べるか対決。いや、マジそれ引きあるっすかね、実際。いや、あるんちゃいます。最近結構なんか我々の EGT が結構強いというか入ってきてるのかなっていうのもあるんで、まあまあね、若干ちょっとどうなんだろうなってここ最近ちょっと思ってたりはするんですけど。なるほどね。やっぱ頻度がだんだん高くなってくると、なんかこう、うん、どっかでみんなこいつら調子乗ってんなみたいなと思われるのすごい嫌なんですよ。ああ、小野さんとかに対してそういう声があるんじゃないかみたいな。まあまあまあ、そうですね。あ、まあコロチキを見たいのにみたいな、はい、いや、多分そこ大丈夫ですけどね。本当ですかね。なんかすごい、最近すごいそれが心配っていうか結構嫌だなみたいな。ああ、そうなんや、うん、なんでその小野さんがこの企画やらされてんねんっておもろさがあると思うんですよ。だからナダルが普段やられるようなことを小野さんがやられたりするおもろさみたいな。あ、体毛とかあって小野さんの体毛剃ってみたとかでもさ、うん、なんで小野さんの剃んねんみたいな。小野さん、まあ一応モザイクかかってるから全身モザイクでどっちがどっちでしょう。もうもはや全部モザイクだから俺じゃなくてもいい気しますけど。ああ、芸人じゃ一般人なんだけど、あ、そこまで要求されると結構きついのって、なんだろうっていう。いやでもなんかその、いやごめんなさい、こんなこと言うのはですけど、僕らのチャンネルをこう入ってくれてるんやったら最初の方で言ってほしかったなっていう。結構ちょろっと最初に出てたから、ええ、うん、なんか分かってくれてると思ってたというか、まあすみません、僕の勝手なあれですけど、うん、当然自分社会人なんで、うん、こうじゃあこのコロチキさんチャンネル担当してくださいって言われれば当然スタッフもやりますし、うん、ただやっぱりこうお二人のチャンネルやっててももうなんか、あ、こんな感じなのかなって思っちゃってるんですよ今言ったら。あ、え、今も思ってるってことですか。そうですね。なんで、まあ、どっかのタイミングであれしようかなと思ったんですけど、え、もうちょっと自分辞めようかなと思ってて。え、もう会社ごと。会社っすか。はい。なんで、まあ、
お二人いろいろよく知っていただいたと思うんですけど、もう俺ちょっと会社辞めようかなと思ってて、お二人のチャンネルも辞めるし、会社も辞めるみたいな。え、いやいや、それはちょっと なんでなんですか。やりたいことあるんですか。いや、もうなんか楽しい仕事できるかなと来たんですけど、結局なんかまあそういう感じになるんだったら、なんか俺向いてねえなと思って、なんでちょっとまた違う道を探そう。いやいや、そこまでのあれしちゃいますよ。そんなにね、そこまで嫌な気持ちだったら全然、それは僕らちょっと小野さんはまあまあおもろがってるのかなと思ったから。俺は何やってるんならもう全然小野さんがなんかするとかなくてよな。いや、そんなにやめるのはやめましょう。それはこのチームでやってきたんで、やめるのはちゃいますよ、ちょっとそれは気づかなかったです、すいません。そんな感じになってると。いやいや、お二人のせいじゃないです。いやいや、もう僕らがちょっとやらせてみました。いや、もう絶対もう、そんなとかやらせません、それは。いや、やめますはちょっとダメでしょ、それはちょっと。いやいや、だってさ、プロとしてさ、じゃあなんかこう、あれですかね、違約金とか払えばいいとか。いや、じゃあそういうんじゃなくて。いや、ちょっと、いやいや、もう本当、なんか疲れちゃったんですよね。いやいや、疲れちゃったって、ちょっとそれはなしっすやん。いや、分かんないですけど、そのどっから疲れてたのか。それやったら言ってほしかったし、急にこのポンって穴開けるわけでしょ。富永さんと小野さんとやってきたから今の撮影できてるわけやから、小野さんが急にパッて抜けたら撮影もできなくなるし、勝手すぎますよ普通に。いや、まあ撮影自体は別のスタッフとか雇ってもらえばいいかなと思うし。いやいや、そういう問題じゃないですよ。でもうそれにかかるお金ちょっと俺も払うんで。ちょ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 いや、もうこれで僕らが分かりました、なるわけないじゃないですか。いや、でも、もう、そう、ごめんなさい、穴開けちゃうし。違う、スタッフ必要で、お金いるような、なんかそういう話してんちゃう。やってもらってっていう、なんで、本当、ごめんなさい。いや、ごめんなさいじゃなくて、よろしく。いや、ちょ、小野さん、マジですいません、マジでちゃうって、ちょっと。ちょっと俺、小野さんと富永さんとっていうのが好きやったから。まあまあ、あんな感じになって、だから俺らの地味から離れて冷静なのがええじゃん。どうするとのやつ、7万3であるけど、ちょっとどうしよう、電話しようかな。どうする、誰に。いや、小野さんもうええやん。いや、ちょっとさ、絶対嫌やん。どうするこの7万3で、こんなの。いや、返したらええやん。返すのも違うよ、小野さんの覚悟がね。その、やめてもらわんし、俺は絶対やめてほしくないから、そう、受け取る意味がわからん。いや、他にもカメラマンさんおんねんから。いやいやいや、どういうこと。小野さんも嫌っつってんの、今でいいよ、お前。違う、俺いらんって別に。それいいの。ちょっといいの。いやちょっと俺はほんのちょっときついからもらうで。じゃあえぐい。じゃあそういうことじゃないやん。俺家建てて車も買わなかった。違う、今俺ちょっと1円でも金いるからさ。でも小野さん来ないやんか。それ受け取ったら小野さん辞めるってことやで。じゃあ俺らはこの2万返したとりあえず小野さんに。2万とかじゃないやん。ええ、もう違う、それ引き止めなあかんの、普通に。ええやん、小野さんもしんどいねんて。かわいそうやんか、お前。そんな小野さん、違う俺は小野さんの気持ち組みたいけどな。じゃあお金は今いいねん。ほんなら俺入れとくな、とりあえず。もう置いとけええやん。もう置いとく。違う、とりあえずこの彼は考えるの嫌になってきた。はぁ、俺ももうなんかローンとか頭いっぱいやからさ、とにかく金もらえるかなんももらっとかなかったからさ。いや、ちょっと小野さん、マジでちょっとほんまにやめるっていうのはほんまにちょっと勘弁しないと。責めたんだって思いながら。
じゃあ攻めたんなちゃうやん。いやおかしいやん。マジで急すぎるわ。お前自分ばっかりやな。じゃあ自分ばっかりじゃない。小野さんの気持ちやめてほしくないやん。いや小野さんが嫌やって言ってんねんから。じゃあ小野さんが嫌やって言ってるけど、そのみんな、お前自分のことしか考えてない。じゃあみんなのことやん。小野さんが言ってることはマジで自分勝手やん。俺らだってチームでやってるし、ちょほんまにそれちゃいますよ。ほんまに。いやもう勘弁してくださいよ。ほんまに今なんでマジで勘弁してください。勘弁してくれよ、ほんま。どういうこと、どういうこと勘弁してください。ほんまにどういうこと。お金もらったら態度変わんの勘弁してください。いやいや、もうてってれーん。どういうことよ、ほんまに。え、このお金、俺絶対もらうから。2万じゃやろ、ほんで残りの4万3000円、え、じゃあ5万3000円どこ行って。おい、え、もちろん残りの5万3000円。分かりません。違う、分かりませんじゃん。これはえぐいぞ。小野さん、ドッキリです。何ドッキリ、どういうこと。仕掛け人です。どういうこと。いやだから小野さんがもうストレス溜まってやめますっていうドッキリで、もしお金を出すってなったら、その後態度変わるかどうか検証や。いやいや、ほんならもう見事に小野さんの気持ち尊重したねっつって。いやそれはそうですよね、小野さん。お金関係ないよ。お金以降めっちゃそうなんだから。お金関係ないって。俺お金出してから彼女よね。俺ここまで困ってると思わなかったわ。家買ったか。分かった。ほんならもう俺こんだけ恥かいたから、俺7万3000分の恥も書いてるから。マジでマジで。めちゃくちゃ変やったね。いやグビーやなくて。小野さんやめないです、別に。とりあえず小野さんこれ2万だ返します。違う全部返すよ。ほら正直言うわ、マジで俺はもう金とか一切興味ない。ただこんなとこに現金を置きっぱなしで、俺お金の神様に怒られると思ったから。お金の神様にとってら財布はお風呂なのよ、ほんまに。もう寒い湯冷めするから。違う意味わかんない。聞いたことない、財布はお風呂なのにって。誰の言葉。俺の言葉。いや俺の言葉やったら言わんといて。ああ警察来たで、俺捕まっちゃう俺。警察来たやん。ドッキリなんですけど、ドッキリかよ。はい、小野さんまだあるんですよね、報告が。じゃあとりあえずこっち来てください。はい、はい、奈々さんも。俺も。はい、お金は後々ちゃんと返してください、うん。いや、それは本当にできません。いや、なんでやねん。そんだけの恥は書きましたので。いや、やめないですか、小野さんは。小野さんはやめないですよね。そうですね、はい、はい、会社の方はやめないんですけど、はい、会社の方はやめないんですけど、え、ただちょっといろいろ移動がありまして、え、よろちきチャンネルの担当は外れることになりました。短い間でしたけど、本当すいません、ありがとうございました。え、マジやん、ほんなら。そうやね、よろちきチャンネルの担当はちょっと小野さん外れることに。さっきのドッキリはもうほんまドッキリやけど、マジで外れるの外れるってこと。はい、ちょっと待ってや、俺マジでお金でそれ覚悟してもらったから、あんま驚きが薄いわ。もう小野さんが離れるもんやと、俺も心でもうしゃあないって俺なってもってるからさ。おい、ちょっと寂しいわ。寂しい気持ちを味わわせてくれよ。でもまあ人事異動みたいなことですよね。そうですね、まあ、そのまあ会えるってことやろ。いや全然この会社にはいるし、普段会えるけど、はい、だから僕らの担当は一回外れるってことですよね。そうですね。わあ、ちょっとさっきのドッキリで小野さんともう二度と会えへんでも心に誓ってもらう。じゃあお金もらってからな。だからもうちょっと最低やん。薄いて。いや薄いじゃん。小野さんまあ会えるから大丈夫よそれは。いやいや、でも寂しいけどね。寂しいよ、寂しいけど。小野さん的に今まで一番思い出に残ってる動画なんすか。やっぱあれなんですかね、ソーシャルディスタンス。俺も小野さんで言うとそこを思い出した。激ヤバのソーシャルディスタンスを保ってくるファンね。あ、でもびっくりした俺ほんま。だから小野さんって、だからあのソーシャルディスタンスの時めちゃめちゃ下手やったから大好きと。ただのヤバいファンやったから、うん、今こんな演技すごい。いや小野さん今回演技めっちゃうまい。めっちゃうまかったよな。いやーちょっとね、でも別に小野さん実際ほんまに嫌やったのか別にないですよね。いやもうめちゃめちゃ楽しかった。よかったよかった、それが聞けただけでよかったわ。ちょっとだから一旦小野さんね、よろちきチャンネル外れちゃいますけども、この会社にはいるということやし、はい、YouTube の方もまだ他の人の担当するってことだね。まあ会えるという、会えますから。お金は返してくださいね。いやだそれは。いやおかしいおかしい。じゃあもう何の金かわからんから。で俺恥かいたやろ。
はい、ということで小野さん、この9ヶ月ぐらい、約9ヶ月、小野さんお疲れ様でした。ありがとうございました。